全インド統一ムスリム評議会は、インドの政党、ムスリム統一協会とも呼ばれる。ハイダラーバード地方のムスリム住民を基盤とする。バハードルヤールジャング1927年、マフムードナワーズハーンによって、当時のニザーム藩王国の藩王たるウスマーン、アリーハーンを支持する政党として結成された。1938年、バハードルヤールジャングが、党首となり、 1944年からカーシム・ラズビーが党首となった。一時期は同じムスリム勢力として、後にパキスタンを建国する全インドムスリム連盟と協力関係にあった。保守政党ではあるものの、イスラーム政党のため、インド人民党などのヒンドゥー系の保守政党とは相入れず、現在は世俗主義のインド国民会議と協力関係にあり、統一進歩同盟に加わっている。 なお、ムスリムの権益保護を掲げる政党であるが、宗教政党というわけではない。ありがとうございます。